244にある戦闘台湾に現存する浴場の中では最古の部類にあたる。台湾では多くの公衆浴場において水着の着用が義務付けられていたが、ここでは全裸で入浴する。交代主来法を示す。石碑創業年月は不明だが、日本統治時代の明治40年前後とする説が多い。開業当初は露天風呂の男湯のみだったが、 大正12年の昭和天皇北投げ温泉巡行に合わせて建屋を作り、その際に女湯も作られた。1945年の台湾降伏により、中華民国陸軍が接収し、後に国有財産局によって競売にかけられ、林天官が落札し、以降はその子孫が経営している。建屋は番台、男湯、女湯、家族風呂で構成され、 それぞれ浴槽と洗い場、脱衣場から構成されている。湯船は台北近郊のマイルガにより切り出された石材が用いられており、男湯の一部には北陶石も使われているようである。船室は共産性でように若干のラドンが混ざっている。なお、浴槽内のイオンは高く44度前後である。浴場は2017年に大規模な改装が、 行われたものの、浴槽などは、基本的には1923年に改築した時の姿を残す。2017年の改装では、浴場と一体化していた、脱衣場に仕切りを設けて浴室から分離したほか、冷水しか出なかった洗い場のシャワーから温水が出るようにするなどの改装がなされた。敷地内には、皇太子今年を記念碑が残されている。 北東石はこの滝の湯の目の前を流れる川で、初めて発見された。台湾コーディネーター情報発信局2008年10月14日、北投げ温泉、滝の湯2013年11月6日閲覧、西郷行商事業群滝の湯関助、片倉義文、片倉義文、台湾に生きている、日本商電車、商電車新書、2009年3月。 ISBN 978から4から 396111496-87P 台湾コーディネーター情報発信局2008年10月14日北投げ温泉滝の湯2013年11月6日閲覧ありがとうございます